動画先生石川博之、菅野澄夫です。今回は、ルンバスパイラルからロープスピン、そこの説明をしていきます。ではまず、どのようなものか足型を1回やってみます。1,2,3,4 1 and 2 3 4 1 and 2 3 4、パンポジション、アレマーナ、2,3,4 スパイラル、2,3,4 1 and 2 3 4 1。まずここまで、ちょっと角度変えましょうか。この辺が1,2,3,4 1 and 2 3 4 1 and 2 3 4 1 and 2 3、アレマーナ、2,3 スパイラル、2,3,4 1 and 2 3 4 1 and 2。 足型は多分まあみんなもねやってるんではないかな。アレマーナからスパイラルしてロープスピンをという、では説明、じゃあファンポジションからいきますね。ファンポジション、 and 2 3。 アレマーナはね前回も言ってると思いますので、アレマーナ割愛して、まずポイントになるのはこのスパイラルですね。で、この、アレマーナの後のスパイラルを結構基本的に考えている人もいるかもしれないですけど、このスパイラルは例外です、ね、本来スパイラルっていうのはディレードウォークです。通常のスパイラルはディレードウォークになりますので、バック、2、3、これがディレイ、でそれからスパイラルをして、例えばベーシックに抜ける、2,3,4,1、ね、このディレイをしてっていうのが通常のスパイラルだけど、アレマーナの後のスパイラル、これはディレイではないです。2,3,4、ね、そこからくるっと回ります。ファンポジションから2,3,4、アレマーナをして、最後前に乗ってポンと回って2,3,4。 なのでこれディレイじゃなかったですよね。前に乗ったところでポンと回ると。なんでそうなのかって考えてみると、まずアレマーナの後なのでアレマーナが優先されているっていう考え方もありますし、ディレイドウォークの良さっていうのは動きを滑らかに途切れないように続けていくところにディレイドウォークの良さがあると思います。でも逆にアレマーナだと一回ちょっとこうあえて途切れるようにそこから回転をさせている、これも見せ方としてもね、回転の前に一回極端にちょっと一回止まってから回るような、ね、そこの緩急というかをつける上でも、乗ってから、まあ言うなれば一瞬止まってからスパイラルの方がかっこいいんじゃないかなと思います。ファンポジション、 and 2 and 3 and 4 and 2 and 3、 ピタッ、そこからスパン、2 3 4、って言うと、そうなんていうのかな、結構ねこう歯切れのいい感じになります。ちょっと無理やりディレードでやってみましょうか。やったことないけど、2,3,4 でディレイと言います。2,3 ディレイ、そこからニュルン、なんかちょっとなんかあんまいい感じじゃない。なので、ここのところはまず4でポンと乗って、そこからスパイラルという。でこのスパイラル、これが結構いろいろ女性からすると鬼門というか難しいですね。まずスパイラル 2,3,4 で左足前に乗りました。でここから回るわけなんですよ。悪い例できる、失敗例、ああ、あれから失敗例がうまくないな。女性で多い失敗例はここでスパイラルが終わって後ろです。こっち大体回転と多くがバックバランスになりますね。なのでまあそれはここまでのね、回転とかあるいはエクササイズとかにもあったと思うんですけど、そのまあ、まっすぐの立ち方とか、ちょっとお腹締めて、気持ち自分が思ってるよりも、ね、丸々猫背ぐらいと思っていいかもしれない。背筋を伸ばしますので、
なのでお腹が開いてしまうと、回転の時にお腹開いてしまうとバックバランスになるので、ならないようにお腹をこうヒュッとちょっとこう締めといて、ちょっと大げさに言いますね、これやりすぎですけど、このまま回るぐらいのつもりで、ちょっとそこから練習していくといいかもしれない。まずバックバランスにならないことで、スパイラルって体をねじりますので、ね、回転しますね。ということは、背中、自分のあの、ね、この空間いつも、ね、で女性の手が、まあ、右手、この基本はこの空間を保ちます。この空間を保ってください。なので女性のこの右手ね、でこれも一緒に回っていく感じ、そのまま一緒に回ってて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 、今ね、女性もこの手は全然動かしてないです。イメージはこの感じの方がいいです。アレマーナの時も言いましたけど、アンダームターン系とかそういう時に女性ってくぐろうとするんです。スパイラルでもそうね、2 and 3 and 4 ここにくぐろうとして入っちゃう。それでバランスが崩れたりっていう、なんで女性は自分のアームの中に入らないでください。アレマーナしました、2 3 4、この形のまま、このまま回ると思って自分のこのスペースを変えない。それが一番崩れ、バランス崩れにくいですので、だって変化させない、このままなので一番崩れにくいはずです。でもそうすると今度、今ので分かると、女性の右手って相当動いてるんですよ。これがこうだから相当動いてますよね。と今度男性のリードが大変になってくるわけだ。左足前、男性がこの手をあんまり動かしてくれないと、女性はくぐる、必然的にくぐることになっちゃいます。回ってみてこうなるわけですよね、男性が手を動かさなかったら。と女性は回りにくいっていうことになりますので、オーバーになる。ちょっとワークらしくやるんでね、だこの分男性は、待って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 、そのまま行って、そのまま行って、そのまま行って、なので言うなれば結構大回りをさせてあげないといけない。で、その大回りをさせて手がやっても届かないから、ね、こうだとあんまりいかない。でもその分男性、背中を使えば相当遠くまで行きますよね。だからスパイラルの時、男性相当背中のストレッチが必要、ね、左足前に入りました。男性左の背中をグイン、分かったかな、グイン、ね、男性枠ごと、ね、手ではなくて枠ごとリードしたい。そうすると女性の方のスペースは保ったまま、ね、男性の方も自分の背中を使って、男性もだから枠はそのままで、背中をグイグイ、こうはこうか、グイ、背中ごと持ってってあげればいいと、綺麗なスパイラルになるはず。ファンポジション、 and 2 3 4 1 and 2 3 4 1 and 2 3 4 1、ということになります。はい、スパイラルがうまくいったとするね。次ロープスピン、まず悪い例ね、よくある悪い例は、ここでスパイラルをしました、次の1歩目の2が回転量不足で2 3 4って言ってしまう。そうするとその後2 3 4で戻ってこれないからね。結構多いです、ここでロープスピンで戻ってこれない女性ね。でできてないのにそれに気づいてない女性が多い全然もう回転量不足とか位置が良くないんです、ね、なんで気づかないのかっていうと、今のように失敗例でやって4 1 2、ああこれ女性戻ってこないな、しょうがね、俺が動いて合わせるわ、4 1 2、男性が足をずらしてるんです。で女性が足りない分を男性がこっち側に移動してあげてやってる。でも女性はよしうまくいったって思ってるかもしれない、ね、
じゃなくって男性が足をずらさないでちゃんとね、ここに、戻ってこれるように踊ってくれると男性が、あ、この女子やるなっていうことになるので、そのためにはここで左足前スパイラルをしました。当然向こう側に行っちゃったらこっち戻ってきる、これなくなりますね。なので女性はここで実際スパイラルで1回転よりもうちょっと回るつもり、ちょっと1回転よりもちょっと多めに回るぐらいのつもりで、ここから男性の後ろギリギリを通って直線的に2、3、4、ね、ここである程度男性とのこの距離が取れた方が綺麗です。この方が右足、この辺だとちょっとなんか狭い感じだから結構な、女性だと男性のところに戻ろうとしてるのは分かるんですけど、ちょっと近くを行って4、1、あ、そうだ、一緒に戻んなきゃって、もうストーカーみたい。男性の近くをこう、あんまり綺麗ではないですね。女性は男性の後ろ直線的に行って、ね、こっち側に直線的に行ってください。2、3、4、ね。スパイラルをしました。直線的に2、3、4と、ある程度、そこからね、まあ、体を使えばかなりね、右足前。ここもそこからさらに体をグイーンといけばさらに距離を出すことができます。で、そこから2、3で斜めまっすぐ2歩。9、3で最後の1歩で斜め前に入って、4、1、男性のところに戻ってきます。わかりました。だ男性の後ろをそこで、スパイラル自体、アレマーダがまず三角形、スパイラルをしました。ここから男性の後ろを通って、ほぼ直線っぽく、2、3、4。向き変えて2、3、4、だからここも三角形、アレマーナも三角形ですけど、ロープスピンも三角形な感じ。ラテンってあの曲線的ではなくって直線的に動きます、ね、まっすぐまっすぐどっかでキュッと向きを変える、どっかで向きをキュッと変える、どっかで向きをキュッと変えていくような感じ。あの確か映画のシャルウィーダンスの中でもあったと思う、まっすぐ歩いていってキュッと向きを変えてキュッ、これはラテンチックな動きです。ロープスピンもそんな感じ、行くとこまで行ってキュッ、行くとこまで行ってキュッ、パッと変わると綺麗に見えます。アレマーナ2、3、4、ワン、直線的に行ってそこで向きが変わり、直線的に行って向きが変わりだということ。まず女性の方のそのね、ライン取りの仕方はこんな感じ。男性のステップの説明しますね。アレマーナからいきます。アレマーナ、2、3、4。ここ揃えてください。4、スパイラル、1。男性横に、2、3、クローズ。4、1。で、バック、2、3、クローズ。もしくは、次のね、ステップによっては、最後全身で終わっても構わない。4、1。もう一回、じゃあ横向き。アレマーナからいきます。2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1。もしくは、4、1という。まあ、男性の足は、まあ、どっか出して戻して、どっか出して戻してなんで。今までも言ってると思いますけど、男性は極力足をずらさないでいけるように。ね。で、アレマーナして、よくあるのは、2、3、4でスパイラルをしました。ね。2、3、4。この後、2、3、4。いつも皆さん、ダメではないです。ダメではないですけれど、なるべく足はずらさない。男性はどっかに出して戻す。どっかに出して戻す。ずらさずにそこに戻って、それが男性の良さだと思うんで、どっか出して足がずれる、ね、どっか出して足がずれるっていうと、なんかあんまり好きじゃないですね。男性はもうその場でも動かないぐらいのつもりでやってください。で、そのためには男性は自分が動かなくて済むように女性を自分の持っていきたいところにリードする。コントロールできないと結局自分が動く羽目になっちゃいますので、男性 の、スパイラル
以降のリードいきますね。アレマーナしましたっていう、まあ、アレマーナも背中を使って3、4で、このスパイラルの時にやっぱり同じ背中を使ってグイッと持ってきました。で、ここからロースピンに入っていくんですけど、ちょっと極端に言うと、ここで結構男性こうくぐろうとしちゃうんですけど、男性くぐらないで自分が先に一回左に出て、ね、いつも言うと男性自分が動くことがリードになりますので、男性が気持ち的には左に出るつもりで、そうするとその分ここが結果的に引っ張ることになりますので、それがリードになります。悪い例は先にこうくぐろうとしちゃう、これも結構よく見ますので、くぐらずに自分が先に移動します。で、次3っていう時に予定こっち来ますので、それを今度くぐると自分が右に移動すればいいです。3で4-1クローズ4-1、ね、ここで女性を返します。でも返す時に手でやるんではなくて4-1、自分のウェイトの移動で女性の向きを変えてあげてください。で、ここから女性が2-3-4って来るところ、前出すんですけど、前出すためにこの手をこうに前にやっちゃダメ。男性は自分が下がることによって、これが女性を前に持っていくリードになりますので、自分は下がりますけど、2-3。そこで最後自分のボディで返して、受けて4-1という。なので、他のところと同じで男性ちゃんと枠をしっかりさせる。自分が動くっていうこと。で、ちなみにこれを、ロープスピニングとか言いますね。で、もともと何かっていうと、西部劇とかである、こうロープを投げ縄、あれがこれの、まあ、ルーツ語源になってます。っていうと、あの縄っていうのをやったことはないけど、多分重いんです、結構。だからこうやって、新体操のリボンみたいな、こうやって回るもんではない。重いものを回さなきゃいけないので、結構大変なはず。ってことは、ね、2-3-4-1、ここから、ちょっとわざとらしいけど、今、投げ縄。ね、こうやって投げ縄にはならない。ね、と自分の体を使って、ちょっと投げ縄見えてきた ?2-3-4、投げ縄。2-3-4, 1 and 2, 3-4, 1 and 2。 これが男性のローブスピンの、まあ、リードっていうことです。次、ローブスピンの時の、女性のフリーアーム、ね、左手、ね、これもいろいろあるんですけれど、誰もある、まずスパイラル2-3、今左手が横にあります。で、このまま回ったら男性叩きますので、叩きたい時はそれで、ね、回るとき左手を実回畳んで、で、それをまたもう一回元のとこに戻してください。ね。なので左手畳んで出す。ような、今こう、ね、今横、閉まって横、パッパッ。まずこうなります。ね。で、この後なんですけど、やっぱり女性はウォークって考えてください。ここは両手使ってみて。ウォーク、ウォーク、ウォーク。ウォーク、ウォーク、ウォーク。あったかな?ね。スパイラルをしました。と、これちょっと待ってね。はい、ウォーク。ウォーク、ウォーク、ウォーク。ウォーク、ウォーク、ウォーク。そうです。と、ダンスはウォークでできてるわけですね。当たり前だね。でもこれが結構わかんないんだよね。ロープスピンの時の悪い例で言うと、左手を使わない人、スパイラルをしました。そのまま手を使わない、うん、下に置いておいて、そうそう。2-3-4-1、2-3-4-1、ね。左手が、まあ、使えてない人、2-3-4-1。まあ、何もしてないってことですね。それよりはマシなのは、スパイラルをしました。横に置いたままの人。2-3-4-1, 2-3-4-1。ダメではない。けど、良くないです。まあ、よく使い方がよく分かんなかったら、まあ、
無難なのは横に置いときは、まあ、当たらないけど外れない感じなので、まあ、まあね、本当であれば一歩一歩歩くように使ってくれるといい、ね。で、今両手持ってやってもらいましたけど、あれ回して、2、3、その両手持ってるけど、少なくてもこっち側は男性持たれてますけど、こっち側の手は自分で自由に使えますよね。だからウォーク、片手はウォークをしてるように、ウォーク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 、ね、ルンバウォークの時の左手ですよね。なのでスパイラルをしました。この後こっち男性持たれてますけど、こっち側は2、3、4、1、2、3、4、1、ね、こっちが普通に使えますので、まあこっちも右手側も動いてはいるんですけれど、まあ左手側はウォークと同じようにで、なるべく、ね、例えば手がこう前になってもこう短く使うんではなくて、なるべく背中ごと手を前なら前に、横なら横に、なるべく短くではなくて遠くに、横の手も前の手も遠くに使うようにしてください。で、今のウォークで考えればわかると思うんですけど、最後男性と、まあ、オープニングアウトかなんかに入るとして男性と組みます。組むんですけど、女性は組まないでください、ね、こうスパイラル2、3、4、1、ね、本当はそれは組まずにこう、ね、こう開いてほしいだけど、こう、まあ、多いのは2、3、4、もう助けてみたいな感じに先に捕まりに来ちゃう人が結構います。これはあんまりかっこよくないです。この手は逆に捕まらないで開いた方がいい、ね、4、1、2、開いて4、1、ね、捕まるのはその後よ、2、ね、オープニングアウトするときに、ね、4、1ではまだ捕まえに行かない、用意してください。出てくる頻度は結構高いと思いますし、男性も女性も、それぞれに難しいところがありますので、一生懸命練習してみてください。ここに続く後続、まあ、オープニングアウトとかは、次回説明しようと思ってますのでお楽しみに。せーの、レッツプラクティス。